こんにちは、賃貸の正樹、マスコットキャラクターの正樹くんです。本日は奈良県桜井市東新道にございます東新道倉庫の方のご紹介させていただこうと思います。はい、この後ろのね、大きな建物が今回の物件となります。こちらね、現在空き予定ということもございまして、中の方を見ていただけないんですけども、場所の説明や広さの説明等をさせていただけたらなと思っております。こちらね、まず前面、スペースなんですけども、優にですね、車5、6台はですね、止めていただけるほどの敷地をね、有した倉庫となります。ですのでね、トラックとかですね、そういった運送系のですね、倉庫としてお使いいただくのが非常に便利な物件になるのではないかなと思っております。場所的にもですね、こちら非常にアクセスのいい立地にございますので、こんな感じですね、車もたくさんね、走っておりまして、非常にアクセスのいい立地にございますので、そういったですね、ビジネス利用大変便利だと思います。こちらのですね、詳細な情報等はですね、私ども賃貸の正樹のホームページにてアップしておりますので、そちらの確認も併せてお願いいたします。最後に正樹くんからのお知らせです。私たち賃貸の正樹では、ネット予約サービスやお迎えサービスなど、お客様にとって大変便利なサービスを提供しております。奈良のおもてなし、奈良心、賃貸の正樹では皆様の新しいビジネスを全力で応援いたしております。ご視聴ありがとうございました。